その2022年度は、ヨーロッパに、はい、なんか旅行に行くみたいなので、まあその実質今年が最後ということで、で、その OB からユニフォームを寄贈しようっていうプロジェクトが、昨年から始まって、で、まあ約600人ぐらいの OB に、声かけさせてもらって、で150万円っていう、まあ、目標金額があって、その OB たちが協力してくれて、金額も達成してっていうことになってます。で、まあ言えば君たちのことも全く知らないあの OB たちが、こうやって、お金出してくれて作ってるっていう部分で、もちろん学生たちもその選手のことたちとか全然わからないと思うんだけど、やっぱりじゃあ阪南大学で卒業して監督にお世話になって、でも現役の子たちが強くあることが OB にとっても一番嬉しくて、っていうところがあるんで、そこをまあ今後今年全部タイトル取れるようにっていう気持ちも込めて、ユニフォームを送らせてもらうと思うんで、で、今回その鴨の吉野さんに協力してもらって、ホームとアウェーでっていうのがあるんで、まあ、一度ユニフォームホームとアウェー1着ずつやるかしていきたいです。あ、いいよ、全然大丈夫。で、まあ、ホームがこれで、で一応この V のラインは2回総理大臣杯を優勝してるっていうことで、はい、入れてます。でこっちのアウェーのこれ11本あって、で当時監督がサッカー部クリーンした時の部員数が11名からスタートで、で誕生日が11月11日で、サッカー何人するんでしたっけ、11かな、はいですね、まあ、ちょっと滑ってくれ、で、まあ、そういうコンセプトもありながら、11本っていうとこで、いろんな気持ちを込めて、作らせてもらってます。で、まあ、監督がよくこのユニフォームが古くなって引っ張られて、プレースピードが0コンマ何秒落ちるって、昨日も電話でなんか言われたんですけど、まあ、このユニフォームになればそれがなくなるということで、まあ、同じと結果はついてくるかなっていうところもあるので、でお披露目は結局あれで行けそうなんですか、明日行けるということでね。やっぱり僕もそうやったけど、まあ、新しいユニフォーム着るっていうのはなんかテンションスパイクと一緒で上がると思うんで、まあ、しっかり明日、ね、出る人も出ない人もプレーしてもらって、そういう阪南大学っていうのを見せてもらえればと思いますので、はい、以上です。僕は大丈夫です。ありがとうございます、はい。たくさんの方々の協力支援があり、このような日本も提供していただきありがとうございます。今シーズン日本とともに今シーズンもしっかりと結果を残して、また次の代につなげれるように全員で協力して戦っていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。あとで、一つ、記念にというか、その監督に、鴨さんから、はい、監督用で、監督用で、ユニフォームを、危ない、それ来てね、高槻みたいな、おい、すごい。34年目なんで、あ、そうなの、はい、うん、ありがとうございます。キーパーのっていうんですか、キーパーの服で、はい、全部、はい、ありがとうございます、はい、なってるんで、はい、そうです、はい、まあ、あと、僕も、一般入試で阪南大学入って、で、まあ、最後キャプテンやらせてもらって、まあ、試合も出させてもらったんですけど、
まあ、この中でもね、プロに行ける人は多分数少ないと思うんですけど、まあ、卒業してからの人生の方が長いんで、あの宗義さんが言ってるように、あのサッカーで活躍することが全てではないので、あの人として成長して、あのまたグラウンド帰ってきて、あのコーチ監督なりに元気な顔を見せるっていうのが素晴らしいことなので、しっかり人生を楽しんでいってほしいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。